佐藤建設相手陣49ヤードからフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。1ヤードゲインしないと攻守交代です。ランニングバック13番トスを受けて左オープンへのスイープレー、この判定を待ちます。ファーストダウン至っておりません。したがってギャンブル失敗、ターンオーバー、攻守交代です。